今回のテーマはチャージについて。無駄なく効率的にチャージできるコツをお伝えしたいと思います。チャージ方法は腕のデバイスを床と垂直にします。しかしこの垂直を保つことは意外と難しく、腕を戻しすぎたり脇が開いてしまいます。それでは実際の失敗例を見てみましょう。このようにエナジーボールを打つことに集中してしまい、腕を戻しすぎることがあります。また避けることに集中すると体と腕が離れやすく脇が開いてしまいます。こうしたチャージミスを防ぐためには、腕を下げて体と肘を近づけておくのが良いでしょう。チャージは波動の基本です。少しでも多くのエナジーボールを打つために、フォームを意識して行いましょう。